ってことで、ジャンタマをインストールしてみたんですけど、はい、俺こっからまず何すればいいんですか、はい、そもそもインストールをし、今日初ですか。うん、ほぼ初。麻雀は今までやったことはありますか。ドンジャラがある。ドンジャラがある。逆に俺ドンジャラやったことないんだけど、すごいな。要するにその絵柄を、絵柄というかその組み合わせを、ドンジャラだったら3つかな、はい、うんうん。で、やるのがいいんだけど、それを4つやるのが麻雀、うん、3-3-3-2。あ、でも最後に1個2個同じのが必要。1個2個同じのが必要。うん、2つなんか同じのが2ついるのがある。さっき言ったみたいに、2つ同じのが2つ、はい、と3つなきゃいけないので、もう3つあるじゃん。これがまず3つあって、3つあって、しかも同じの2つで、それが頭にもできる。これが頭にできるのか。そうっすね。ちなみに白髪チュンって言われてる白いのと真っ白のやつと、そのよくわかんない緑の感じのやつと、なんか中間の中とか中っていう赤いのは知ってますか。あ、はいはい、見たことあります。あれ、あれだけはポンで、同じのが3つあるだけで上がりに行けます。上がるのが早くなるっていう。同じの3つ、うん、あ、いいねいいねいいね。チー、これはチーってなんですか。チーってのは、あの6、まあ4-5-6で6欲しいなっていう時に泣くんですけど、泣いた時ってリーチができない。まず一回でも泣いたらリーチっていう、なんか一番上がりやすそうなやつができないのと、はいはいはい、まああとめちゃくちゃ話すの長いんですけど、はい、1とか9とか、今93つあるじゃないですか、はい、とかあると役なしとかで上がりづらくなる。チーあんまりしない方がいいですね。チーはあんまりしない。そうですね。あ、はい、そう、ドンジャラっぽいですね。あ、これは同じのが3つになりますね。上がりやすくなります。これポンは結構するべきなんですか。ポンはですね、俺の教えてもらったやつで言うとなんですけど、はい、今キラキラしてるの見えますか。2つ、赤い5の丸いやつと、その隣の、あ、これかキラキラしてるよ、うん、それがなんだろう、火力が上がる、打点が上がるっていうものなんですけど、それが2つあればやってもいいかなっていう基準、自分の中の基準それなんですよね。あ、でもポンはじゃあそんなに、ポンもそんなに、ポンは自敗、いや、薬敗か、薬敗って言われて、白髪中の白いのと、その感じのやつと、うん、中中のやつ、うん、とかは早めに上がれるのでやっていいです。じゃあ今回白髪中とかはポンはしていい、うん、うん、そうですね、うんうんうん、36待ちですね、はいはい、あ、ちなみに今回泣いても大丈夫であります。泣いても大丈夫な理由っていうのは、ですね、うん、もうすでに初を泣いているので、うん、役がついています。で、あ、でリーチができないのか。リーチができない代わりに、あ、ちょっとチーした後って1枚捨てなきゃいけないんですよ。まあジャンタマ便利で、1回まずチーしてみてください。はい、で、あ、4号でお願いします。そうですね、4号チーニャ、4号6ってやった後、はいをちょっとマウスでちょっと触ってみてください。ちょっと9とか、もうそれで上がりが分かるんですよ。え、あ、え、どれだけ上がりの牌が残っているかが見れるんですけど、漢字の9だと増えません。はい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 。なので一番捨てた方がいいのはその9ですね。ああ、後々この来るやつが3かこの6が4枚いずれ上がってくんねや。なんでトータル当たりのやつが8上がってくるから、うん、これ捨てて待って、うん、で、あとはもろん言うだけ。そうです、テンパイって言われるやつですね。で、よーく見ると、まあ泣いたところ、つも早いなで、つも、はいはい、今回の場合、2つ泣いて、まあ3つの組み合わせが、まあ2つあって、あと、あ、すごい画面構えちゃったか。ハツと456と789あって9の漢字の9が頭って言われる、同じのが2個になってましたね今。9の漢字が頭、はいはいはい、うん、あー、なるほど、最後の2個は9のやつ、2333を作ろうで全然 OK です。そうかそうか、なるほど。あー、で、9のやつが3になったんだ。そうですそうです、はいはいはい、じゃあ9のやつが2になって、うん、あ、2、そう、2になって、それの3333だった。あー、なるほど。そうそうですね、あとはその2つ待ちってなってました。これなんすか、これ。これもさっきの初とかと一緒ですか。初とかに近いんですけど、
これは、自分の画面今トン、東2極って書いてありますよね。真ん中東2極どこに書いてます？真ん中ですね。あの自分の点数の上一番真ん中です。はいはいはい、これそれです、それです、それです。それの東の時だったら、トン2極だった場合、誰でも東が3つあったらさっきの初みたいに役になります。あ、じゃあ今いらないんだ。西と南、南は自分のところによく見ると南って書いてありませんか？あ、書いてる。その時だけは自分のなんか風とかってよく言われるんですけど、その時だけは、はい、あの南3つあったら役になるっていう、それでも上がれるよっていう。それはこのここが東に、ここが南って書いてたらってことですか？あ、そこはそこが東で東も OK で、自分のところの南かどうか、そこと2つあります、2箇所あります。ああ、はいはいはい。じゃあ僕はどっちかというと南を結構集めた方が。そうですね、東は他の全員行けます、今の回だと。漢字と7と98、これ7かぶりで73とか無理なんですか？73でも OK ですよ。7、3つになってもいいんで、今7来て嬉しいですねってなってるんで。そうですね。あ、でも9置いときたいし、1、2、3、9置いときたいなら1、2、3いいし、ちなみにあの真ん中の丸い5を大事にしてるの実は正解で、5ってその1、2、3、4、5枚つながりあるんですよ。あー、はいはいはい、3、4、5、6、7全部つながりになるんですよ。そうか、5の周り中央だからか。そうなんですよ。あー、なるほど。あとよーく見るとこれややこしいんですけど、はい、あの右じゃあ左上にドラ表示牌ってのがあるんですよ。南も3枚ないんですよね。あの自分と合わせて2枚か自分は今枚、自分が今持ってて2枚もうないのでちょっと揃わないんですよね。3枚はさすがにいらなくなっちゃったな。これなくなってるってことですか？ここにあるのは。そうですね、そこにあるのはもうブラックジャックとかでは使えないやつですよ。もう先に出ちゃったやつみたいな。今もうそれ と、 ここと、あの CPU さんがそこに出しちゃったんで、はいはい、もうあと残り1枚しかないんですよね。なるほどなるほど、自分持ってる。なるほど、はいはいはい。じゃあ抜きで、なので捨てましょう。はい、そうですね。お、これはちなみに泣いてしまうと、あの1と9が入っている、端っこのものが入ってると役なしになっちゃうんですよね。麻雀めちゃくちゃ難しいのが、はい、あの2から8だけで構成すると上がれて、1とか9とかの端っこが入ってるとほぼ役、あの泣くとほぼ役なしになります。役なしでのポイントが少ないみたいな感じですか？まず上がれない。さっきみたいにツモとかが、あ、ツモはできるか、あのなんでそんなロンとかができない。なんでそんなひどいことするんですか？本当は分かんないですよね、麻雀って。なので基本、はい、あの1、2、3とか1とかが関連しているときは泣かない方がいいです、はい、はいはい、ワクワクしてるぞ俺は。え、これはポンしていいもんなんですか？難しいけど、うん、あ、ペートン1曲だからトントンって役がつくのよ。あの要は泣いちゃダメってなんで言われるかっていうと、はい、分かんねえうちに泣くとさ、役なしって言われて上がれない形になっちゃうのよ。はいはいはい。でなんで役なしになるかって分かんないでしょ。そうなんです。なんか1と9が入ってると役なしになる。いや、そういうわけじゃない、はい、1、9伸びやったらちゃんととかあるしね。でなんか要はこれ泣いたら役あるわって自覚した上で泣かなきゃいかんのよ。ああ、よし、そうそう、ショートカットだよ ね、 ね、泣くって。ああ、俺、ああ、むずいっすね。そうそう、だから最初のうちはあの泣かないことを俺は推奨するが、今ヘルの場合泣いたら、例えばなんちゃじゃん、自分が南じゃん、はい、自分が南だから南を3枚揃えると一応なんて役がつくから、それは泣いていいの。ああ、役がつくから泣いていいか。そうそうそう、なんか近道したいな、早く形作りたいなっつんだったら南泣いても別にいい。え、この場合じゃ泣かない方がいいんですかね？北はね、なんないから泣かない方がいいですよね、うん、そうだね、うん、頭として使いたいよね、同じ人だし。で、こ で、 これは南やから欲しい、うんうん、いいね、いいね。なるほどね。 で、 いらないの、何を切るかね。決して自敗は悪ではなくて、はいはい、うんうんうん。で今要は何が起こってるかっていうと、それブロック型なんよね。ちょっと多いんよ、なんか。そうですね、3の組み合わせが多いやろ、ね、今後いっぱいできそうだもんね、はい、で、あ、いずれどっかなくなるんだろうね。はい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 。でもここからは全力で泣いたらいいね。もう一回泣いたら全力で泣こう。もうはは。あれ、でも質問なんですけど、うん、ここに3入れると、うん、3、4、5とか2、3、4とかになるってことですよね。
3の竹やんね。はい。3の竹引いたら3、4、5になるね。はい、でも2持ってても3、4、5か2、3、4か選べってだけやから、まあ、持っててハッピーなことが別にない。はあ。両面は幸せの形言われておりまして、はい、両面は幸せの形、はい、両面とは何ぞやっていうとね、はい、その4、5とかこれは両面言うんす。どういうことかっていうと、はい、3でも6でも左右どっちか引きゃいいよねっていう状態。2枚あるね。これ無敵なんだよね、めっちゃ強いの。これ今2、3あるじゃん。漢字のやつ。はい、23。漢字の23は何引いたらグループになる？1か4か引いたらグループになる。うん、ってことは両面ない。うん、ああはいはい。ああなるほど。そのもう両方に、そっか。うん。数字の選択があったら両面になるのか。そう。その通り。でしかもなんなら、はい、端っこの1とか結構使いづらいからバカ強い両面ないんだよ、それ実は。うん。みんなが捨てやすいんだ。そう、みんなが、俺も今切ってるじゃん1とか。あ、はい、切ってますね。端っこって使いづらいのよ。確かに使いづらいですね。なぜならこの1、2は何引いたら3つなる？1引いたら何、これですか？このピンズの1と2。そしたら3、これは何が揃えば3来たんだよね。はい、そうだよね。3だけなんよね。だけですね。弱いよね。弱いっすね。1、4、2種類あるってことは8枚あるの、このように。はい、4枚ずつ入ってるから、うんうん。8枚あるグループと4枚しかないグループやったら、4枚しかないグループの方が弱いよね、うん、っていう話。ただ今回に限って言うと、例えば今2の想像を引きました。はい。こいつを持ってたら何かいいことあんのかっていう話になった時に、あ、1も3もないからか。そうそう、もうなんかもう4、5でどうせ3、6両面で形できるし。ああ、なるほど、うん、そういうことか、うん、ここを基準にしてたからダメだったんだ、うんうんうん、こっち基準で考えたらこれいらないってなるんだ。そう、うんうん、だからもう2のだけいらねえ。ああ、なるほど。でその1と2のブロックも弱いんだけど、今ひょっこり3とか引いたら、まあ使えてハッピーだから、まあ一応持っとくかってだけ。はいはいはい。いうわ、むず。まあ何択出した今。今右に寄せてるやつが俺的には、ああ、なるほどね、切る範囲はあっちでやってるね、端画面の9は。なんで切りたい？9は、うん、この状態までいったら、その8の一点張りで待ってるから、うん、どっちかっていうと他の目は結構揃いやすい可能性あるんですよ。2来たら3になるし、2来たら3になるし、はい、この4が来てくれたら、この2を捨てて1、2、3に繰り上がれるし、1、2、3とか4、5、6か、うん、でいけるし、うん、ただこの7とか、9とか、うん、このもう一個の丸いやつの7、竹の7とか丸いやつの7とかは、現状これが来てくれたら次の可能性見つかるねぐらいのやつなんで、今の段階では優先度低いんかなと思ったりもしてるんですけど、ね、もっと素直に捉えた方がよくて、うん、あのブロック数が満たせてるかどうかでまっすぐ行くのが結局一番強い。なんか川の状態とかさ、何がありそうなさそう、変化しそうとか考えてると、考えること多すぎてまともに打てんのよ。最初のうちはまだ始めたばっかなのに、ジャンゴで覚えようとしていることを実践しようとしていて、あの地盤がぐらついてるね。なるほどなるほど。うん、これ何が起こるかっていうと、素直にリーチいけたじゃんをたくさん経験することになる。あー、はい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 。この次8引く可能性もあるでしょ、だって8のだけスポーンって。はいはい、あります。うんうんうん。で、まあ、要はいい形にする可能性を残すんだったら、先制的には2ピンです。2のピンズ。2のピンズ。うん。2の丸いやつが。はいはいはい、2の丸いやつ。これ、1、2、2、3、4、5でさ。はい。でも、4、4がもう一応頭の役割を担っていると。はいはいはい。うんうん。あってなった時に、2のピンズ捨てたら、1、2、3、4、5っていう見方ができるのね。はいはいはい。だから3、6の2面が残るじゃん。はい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 。でさらに7を残すことにより、まあ、そこが変化の種になる可能性。ああ、確かに。その8来る可能性とか6来る可能性で広がるんか。うん、そうで、今それするといいのが、8をすんなり引いた時、あ、リーチできんじゃんってなること。はい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 。ああ、これでか。まあ、イーシャンテンっていうの、リーチまで一歩手前をイーシャンテンって言うんだけど、はい、うん、そのイーシャンテンの形を素直に取っておくのがまず最初は大事。うん、あ、やとしたら
2の丸いやつ。なんならそうそう、2の丸いやつで、なんなら素直に行くのは本当は7の玉やねん。さっき浮いてるって思ったじゃん。はいはい、そうですね、浮いてますね。そう、この浮いてるやつを切れば2の玉でも4の竹でも引いたらリーチできるの。確かに確かに、そうですね。そう、可能性広がるもんな。2の竹と、そう、その代わりどこを取るかで、2の玉と4の竹引いたときがっかりするけれど、8とか6引いたとき、じゃあ8とか 9?、うん、なんかその7のピンズのそば引いたらちょっとテンション上がるねって思うんだったら2を切ればいいし、いや素直に浮いてるやつ切ろうで7を切ればいいし、素直な基本この2択。なるほどな。そう、ここで9の竹触ると多分一生上がれん。よし、さあオーラス。オーラスだね、やだね、俺もうすぐからすぎて。オーラスって何でしたっけ。もうほんまにドライにやるわ。まあ一番最後、これで親以外が上がったら終わりだよっていうこと。あ、うん、親が上がったらそのままなんですね。親が上がって1位じゃなかったらまだ続く、うん、親って上がったらレンチャンボーナスというか、そのまだ行くぜモードに入んのよ。へー、点数 1.5 倍なんよね親の時って、うん、超大チャンスなんですわ、うん、でマジか。始めたばっかの時はね、降りるとか考えなくていいよ。了解、素直に。でも自分の素直にもうリーチでいっぱい。うん。いらねえの素直に切ってけ。うん。いいね。素晴らしい。うん。でも何がいいかな。どれがいいかなだろ、うん。いやもう素直に素直に行く。ほんま単純にリーチは関係なく可能性だけの話で言うんなら、はい。一の玉でいいかな。あ、一の玉なんすかこれは。うん、でいいでいい。へー、両面はやっぱ壊しちゃダメだね基本、うん、だってそれ7もそうだけど6と9の両面じゃん。その7、7、8のところ。そうです、6、はい、6、9ですね、うん、6、9その両面を潰しちゃって、しかもこの2、2の竹って可能性ないように見えるが、はい、3の竹引いた瞬間化けるんで。確かに、ね、あ、2、3、4にもなるし。そうそう、1、2、3にもなる未来があるから、素直に行くんなら、素直っていうテーマで言うんだったら1の玉。ああそうなんだ。でも今1の玉はなかったな、まあ、一瞬回っていこうかなみたいなやったら、なんか2の竹も全然いいと思う。うん、なるほど。まあ、8の玉切ったらもうチートしかほぼ無理やね、もう、うん、ああなるほど、そうか、全部222になるからか。まあ、パーワンって選びそう、うん、にゃんぱい。あ残念。なるほど。でもね、まだ続くからこれ、はいはい、そう